西日本高速道路西日本高速道路サービスホールディングス西日本高速道路サービスホールディングス株式会社は西日本高速道路管内のサービスエリアパーキングエリアの管理運営会社である西日本高速道路本社と同じ大阪府大阪市北区道島の道島アバンザ内に本社がある2005年10月1日に 道路公団民営化により誕生した NEXCO 西日本管内のサービスエリアパーキングエリアの管理運営のために12月2日に設立された。約半年後の2006年4月1日からそれまで旧日本道路公団管理道路の SAAPA を管理していた財団法人である道路サービス機構として管理運営ハイウェイ交流センターとして管理運営から NEXCO 西日本管内の SAPA の管理運営権が譲渡され本格的に管理運営業務を開始した。これらはいずれも第3セクターによる運営である。ウェルカムゲートネクスコ西中東の高速道路及び本州四国連絡高速道路の交通情報を携帯電話向けに無料で配信している。西日本高速道路管内のサービスエリア及び インフォメーションのあるパーキングエリアでは、NEXCO 西日本グループという文字が刻印されたシャチハタ式スタンプが使われていたが、最近破損等の不具合が多く生じていることから、随時ゴム印式スタンプに変更されてきている。一部のサービスエリアパーキングエリアでは、ウェルカムゲートと称して、本来の職員専用出入口を開放することにより、一般道からの流入、 流出を可能にしている施設もある。ネクスコ中日本管内の SAPA を管理する中日本エクシ室では同様のサービスとして、プラットパークという施設を整備している。民営化後、サービスエリアパーキングエリアへのコンビニエンスストア誘致を積極的に進めている。サービスエリアのインフォメーションや NEXCO、西日本管轄の料金所で無料で配布されている高速道路地図。 原則は四半期ごとに発行されているが、新規開通など変更箇所があるとこれ以外の月でも発行されることがある。サイズは道路施設協会より従来発行されていた SAPA ガイドを継承している。当初のガイドマップには IC 番号がなかったが、途中から地図の部分に IC 番号がつくようになった。地図は以下の3種類が存在する。 2007年4月からフリーペーパーを作成し、館内の主なサービスエリアパーキングエリアで配布している。2009年6月まではクアドラプレス本邦のタイトルで、2009年7月から2011年8月まではパスティのタイトルで、さらに2011年9.10月号からは U、U、ウエストのタイトルで発行している。 クアドラプレス本邦、パスティ各月発行で、関西版、中国版、四国版、九州沖縄版の4つに分かれており、サービスエリア案内とエリアインフォメーション以外は、各半共通の内容。相関当初は施設の案内をしていなかったが、2007年10月号から、サービスエリアの案内がされるようになった。大きさは B4 で、ホチキス止めはされていない。公式サイトでも、 電子書籍の形で閲覧可能できた。毎号ゲストとして著名人へのインタビューを掲載している。ハイウェイワールドネクスコ、西日本 SHD 制作協力、発行、マガジンハウス制作で、かつてたま数月の1日に発行されていた、各月間のフリーペーパー。西日本エリアの観光情報が中心であり、高速道路内の情報を主に掲載する、本邦。 パスチと、住み分けが図られていた。館内の SA などと、沿線の主要ゴルフ場で配布されていたが、昨今の厳しい経済状況により継続発行、不可能となり、わずかボリューム3までの発行となった。ありがとうございます。